よし、マシュマロやっていきます。朝日さんのパズドラや山本 P への批判は、王冠コンプというガチ勢目線の意見だから説得力が増していると考えているので、一生王冠コンプで言ってほしいです。僕は王冠とか称号とかランクみたいなプレイヤーステータスっていうんですかね、そういったものにはまあそこまでこだわってるつもりはないんですけれども、まあ取れそうだから取り続けてるっていう程度の感覚ではいます。ましてやなんかその物申すために取り続けてるとか、まあそういうことはね考えてないですね。まあそういうのは確かに一定箔がつく要素ではあるんだけれども、まあ、そこにこだわりすぎると逆に苦しくなったりとか、素直に楽しめなくなるってことがあるんで、固執しすぎない方がいいだろうなというふうには思っています。大体その今までの僕の王冠とか称号も、誰かが考えた編成とか立ち回りを丸々コピーして取ったものっていうのもたくさん含まれているんで、それはその人の功績であって、それを利用しただけの僕が引き上がすようなもんではないかなっていうふうに思ってますね。で、説得力が増す効果っていうのは、まあ多少はあるかもしんないけども、個人的にはね、やっぱり意見はできるだけ中身を大事にしたいなっていうふうに思ってるんですよ。そのなんか意見をする場合でも、その結論に至った過程がしっかりしてて、筋が通ってて納得できるものであれば、その人がね、たとえ王冠持ってなくて、なんだ、ランクが低くて称号持ってませんっていう人でも聞く価値はあると思ってますね。なんか、たまにいるじゃないですか。その、低ランのくせに偉そうなこと言うな、的なことをね、のたまうそうがいますよね。で、そういう判断というか、そういう見方をできるだけしないように、その誰が言ったかではなく何を言ったかに注目していけるように心がけています。次、少額ですけど貸したお金を催促した時に返す素振りすら見せずに丸々円ぐらいでケチだなって言われたことが未だに引っかかっています。その人は時々ジュースおごってと言ってくるのですが、それを断った時も同じようなことを言ってきます。それだけならまだいいのですが、グループで話している時にこいつケチだからみたいに言われるのは純粋に不快な気持ちになります。このような人と絡むとき、朝井さんはどのように対処しますか？また同じような理由から人だけ運営に対してすぐにケチだケチだという人を見るとブーメランに思えてしまうんですが、ひねくれた考えですか？まず、なんで絡むというか対処する前提なんだろう。普通に距離を置けばいいと思いますけどね。気持ちの面でもそうだし、ストレスかかるし、お金の面でも絡み続ける意味があるように思えないかな。ねえ、その貧乏なくせに性格まで悪いって最低だと思うんで、そんなんと付き合う必要はないと僕は思いますね。で、グループって言ってるんで、その人と、仲のいい人たちもいて、抜け出しにくいのかなって思ってるのかもしんないけども、なんか僕はね、そんなやつに賛同してるやつも同類でしかないと思っちゃうんで、まとめて切っちゃっていいなって、僕だったらね、そういう風に思っちゃいます。ただその際は言いたいことを全部言ってからの方がスッキリすると思いますけどね。もしその貸したお金っていうのが、まあ幸いにも少額なんであれば、まあそれはもう勉強代だと割り切ってしまっていいと僕は思います。で、ソシャゲ運営に対してどうのこうのっていうのも、多分そんなこと言う人って結局無課金とかそれに近い人かつ他人から物をもらうのが当たり前だと思っちゃってる人だと思うのね。そういう人ってね、傍から見るとやっぱり見苦しく見える。自分がどう見られてるかっていうのも考えられない。で、そういうユーザーをたくさん引き寄せてしまった運営のやり方にも僕は問題はあったと思います。だからあなたの考えはひねくれてるとは思いません。次、いつもお疲れ様です。私はノーチラスをメインに使っています。個人的にはかなり万能で満足できる編成です。しかし最近の高難易度では通用しない。降臨ダンジョンではリラフレ固定やアシスト、潜在覚醒無効といった縛りがある。これの要因で満足に使えないという状況が続いています。この前の戦乱の塔も縛りを面倒に感じてしまい、最終層のクリアを投げ出してしまいました。今ではこの編成をダンジョンより編成画面で眺める時間の方が多くなっています。この現状のせいで、なんでパーティーを組んだのかわからなくなり、パズラに対してかなり衝撃的になってしまいました。コーナーアイドはともかく、降臨ダンジョンでも縛りだらけの今のパズラで何を楽しめばいいんでしょうか。つない文章で申し訳ありません。これからも応援しています。答えから言うと、パーティー編成自体を楽しむことですね。で、それがきつい場合は、正直今のパズラはだいぶ厳しいと思います。運営目線で特定の縛りがあるダンジョンを作る意図って何ぞやというと、一番わかりやすいのは、普段あんまり活躍しないキャラが輝ける可能性を生み出すこと。まあ、この間の読みドラ降臨でいう神結びなんかはすごいわかりやすい例ですよね。で、そういう言い方をすると一見聞こえはいいんですけども、実際運営からすると、こういうパーティーさえ作っておけばどんなダンジョンでも勝てる、万能的なパーティーを作られるって、ちょっと困るんですよね。なぜなら、他のパーティーを用意する必要がなくなって新キャラが売れないから。
ここ数年の運営のやり方っていうのは、まあ、マトリフとかガローみたいなその特定のダンジョンとか、特定のパーティーを組むために必須級になるようなキャラっていうのを作って、でそれ取り流したらまずいぞっていう認識を植え付けることで、どんなキャラにも売り上げにつながる可能性を与えるっていうような方法なんですね。で実際性能が被ってるキャラってほぼ実装しないじゃないですか。それを後押しするのがダンジョンの縛り要素なんですよね。縛ることで活躍できるキャラの幅を、まあ、ある意味で狭くして、で唯一無二の働きをするキャラを生み出しやすくしている。でもちろんただそれが通常心とかその昔のね本気キャラに当たる時っていうのもあるんで、必ずしも悪いことばかりではないんだけれども、運営の本心としてはそういう部分にあると思います。でそうなってる以上、いろんな種類のパーティーを組めるようになっておかないと厳しい場面がこれからどんどんねこのゲーム増えていくと思います。でそうなった時に僕はやっぱりね、パーティー作成の負担軽減っていうのがこれから必須課題だと思うんですよね。育成素材とか、潜在とかアシストとかプラス、まあ、その他もろもろ全部そうですけど、かかる時間とかも含めて一つのパーティーを組むのに割くリソースっていうのが今あまりにも多すぎるっていう問題があって、でこれをやっぱり解決してあげないと、いけないんじゃないかなと。今まで散々増やしてきた要素っていうのはその今更消すことはもうできないから、まあ、例えば一つの画面で基本的な編成とアシスト潜在プラス全部まとめて行って、で最後に必要なものを一気に消費して、はい完成みたいな、なんかそのちょっとでも手軽にパーティー編成できるような UI なんかをね積極的にアップデートしていかないと、実際ダンジョンに潜って遊ぶっていうこのゲームの最も基本的な遊び方にすらたどり着かないまま終わってしまうプレイヤーが次々増えていってしまうんじゃないかなというふうに思いますね。次、山本プロデューサーが先行公開をやめるという内容のツイートを消し、平然と先行公開を再開したことについてどう思われますか？私としては先行公開の再開は別にいいのですが、発言したことに責任を持たず、なかったことにしようとする山本プロデューサーへの信用が地に落ちました。山本プロデューサーの一時の劇場により粛清された某プロがあまりにも気の毒で仕方ありません。彼の勇気ある一言が今の堕落した運営の態度に一石を投じ、結果として安定した運営になったのならまだ納得できなくもないですが、ミスは頻発するわ、一度した発言をなかったことにするわで最悪すぎます。パズドラ運営はどこまでユーザーを馬鹿にすれば気が済むのでしょうか？私は無課金税なので元本の株にお金は出せませんが、もしこの質問が動画に取り上げられ視聴された方々の中に株主様がいらっしゃいましたら、ぜひ株主総会で物申していただきたいです。ユーザーの怒りを伝えてくださる有志の方が現れることを心から願っております。これ結構前から各所で話題になってましたよね。その先行公開を再開する際に代金が追消しをしたっていうね。で僕もこの方と、概ね同意見で、先行公開自体は正直しようがしまいがどっちでもいいと思っています。ただそこで結局ミスをしたりとかユーザーの反応を見てから性能を変えたりするのが印象悪いから、そこを改善しろよっていう話を大家が曲解して、なんかね意味不明な感触を起こして先行公開自体はやめてしまったと。でその結果某プロが責められることになってしまった。なのでまずそのことについて運営がどう考えているのかっていうことを何一つ示さないまま、都合の悪いものだけを削除して先行公開を再開したと、はい、最低だと思います。そしてその本質に全く目を向けていない人も同じように見えてしまいますね。株主総会、まあそうだね。正直そこまでしなきゃまともに伝わんないような状況に陥ってることがめちゃくちゃ異常だけどね。その今起きてる問題について利用者がどう考えていて、どこを改善していくべきかっていうのが、一般的な利用者の声がいくらでも届けられる今の時代にまともなレスポンスができないっていうことに、この会社の異常さを感じずには僕はいられないですね。先行公開を再開するんだったら、まずそのための筋を通すのが人としての良識だと思いますよ。自分のケツは自分で拭けってだけの話なんですよ。それってそんな難しいことなんですかね。人としての当たり前のことができないから結局大家のプライドなんでしょとか、自己承認欲求なんでしょっていう、そういうめちゃくちゃ次元の低い話しかできなくなってるんだよ。ね、本当にひどい会話になったなというふうに思いますね。はい、ということで連日たくさんの投稿ありがとうございます。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画もしくは生放送でお会いしましょう。バイバイ。